あの金ちゃんの球団のあれと結婚したのがあるんですか。あれは福山。福山。福山。ここら辺じゃなかったっけ。そうです。あ、福山です。あ、ラーメン屋ですよね。インターヒーはラーメン屋やってますね。うん、福山広いですね。はい、あれピッチャーですもんね。その時は覚えててもな、やっぱ忘れて分かんなくなるな。言われてみれば分かんな。おばさん忘れてました。そういや、いたな、いつかいない。懐かしいですね。今、何やってるのかな。まだ20点じゃないですよね。13点。え、14か13点すごい高速じゃないですか。え、フォーマンあったんですかみんな。毎回やんだにはなんなかったけど。ということは相当ルイ貯めてみんな数を勝てましたけど。だってフォーマンはね、多分あれですかね、あの2人2本のやつが、こちらのポイント。おそらく。お前はね、あの2人だけです。2安打で4点入ってる。フォアボールで1点ヒット。とりあえず僕は1つでいいんで。優しい方がさ、俺とツッチーと13安打で12点ってすげえ感じなんですか。あ、12安打で13点か。ホームランにはなってなかったよね。あのフェンスすごいですよ。でも神宮でもホームランあったじゃないですか。危ない、厳しくな。もうやられたと思うんですよ。あったねえぞ、真ん中じゃん、お前。フォアボール5個だよ、でも。フォアボール5個。あ、バッテンですか。ヒットが…ヒットが…もういいです。で、ホームランは迷うな。あったね。あそこは日本やったのかな。そういうことはもう出来そうに多分出たってことね。すごいですね。後半戦怖いですね。楽天はヒット1本。え、まだ金子君いやもう変わってる。ノーヒットで終わった4回。じゃあもう完封で、横に終わっちゃったんですか。いやいや、もう4回で変わってる。大西がいるからね。じゃあ完封リーグやりますか。出たそう。長岡が3の3の。まだ山田君ゼロですか。山田はゼロ。でも打点上げてる。野上君もゼロ。お散歩だ、お散歩だ。
明治だったら明治の解放だ。全然違う。こうなっちゃってる。うん、だから、すげえやつ、見えますよ。あの、スタイルがね。これ逆だったら気持ち悪いね。本当に15点ドラマって言われたら嫌だったら怖いような感じですよね。本当に良かった。これはもう楽天さんもちょっと思われますね。やりよ。バウアーはまさか2軍戦1勝負けちゃうってことですか。いや、いつも4回に置いたんですよ。バウは